好きなんだよ。マリアも手伝うから一緒に解く。そしたらベアトは復活するよ。そして早くマリアをベアトの黄金鏡に連れて行って。そうだったな。きっとそなたを黄金鏡に連れて行くと約束していたな。そこではどんな願いも叶うってベアトは言った。そこには黒い魔女のいない優しいママに会える、会ったことのないパパにも会えるかもしれないね。もちろん学校も宿題も意地悪な友達も誰もいなくて、マリアとベアとはいつまでも楽しく暮らせるのね。え、サクタロー、楽しみだね。オリオン、金蔵の故郷の川を下れば鍵が見つかるとでも言うのか。川を下れば里もあろうが、二人が口にする騎士とは何か。みな、碑文の謎解きに夢中なようだな。はい、使用人たちの中にも碑文を書き写して持ち帰り謎解きに挑む者が多いようです。本当にあの謎を解くと10トンの黄金が見つかるのでしょうか。うん、それは間違いない。わかりません。どうして親方様は大切な黄金の隠し場所を謎めいた碑文とはいえこうして誰もが目にできる場所にさらすのでしょう。それが親方様の魔法であり賭けだ。親方様はこの難解な謎を解いた者はベアトリーチェ様の魂を宿すと信じている。不思議な賭け、いえ魔法ですね。オカルト狂いも行き着くところまで行ったってわけだ。そんなこと言っちゃダメ。碑文の謎に挑む資格は全ての者に許されている。無論それは使用人も例外ではない。お前は挑んでいるのか。いえこんな難しい謎私にはさっぱりですし、それに10トンも黄金があっても特に使い道も思いつきませんし、私は今の穏やかな日がいつまでも続いてくれればそれで十分だと思ってます。姉さんは最近ジョージ様といい雰囲気みたいだからね。浮かれて変なドジしなきゃいいけど。そんなことありません。懐かしき故郷を貫く鮎の川。
懐かしき故郷を貫く鮎の川。親方様が懐かしむ故郷は小田原ではない。遠方にお住まいだったと聞いたことがあります。どこかは存じませんが。台湾だ。あ、そうだったのですか。なるほど。やっとクラウス様の話がつながったよ。ほら、親方様が好まれる便道。そういえばクラウス様、あれは台湾ではタバコのようにポピュラーな嗜好品だとおっしゃってましたっけ。それで親方様は便道を。では、親方様の故郷の台湾に鮎の泳ぐ川があって、そこに鍵があるということでしょうか。姉さんはバカだな。鮎の泳ぐ川なんていくらでもあるに決まってる。わからないよ。親方様が台湾のどちらにお住まいだったかは知らないけれど、そこには川が一つしかないのかもしれない。だったらそこってことになるじゃない。姉さんは楽観的だな。そんな簡単なことで謎が解けるものか。親方様の魔法の儀式は、挑む者が多いほどにその力を増すと仰せだ。お前も挑戦してみなさい。誰にも等しく機会は与えられているのだ。はい。どうせ解けないさ。くだらない。台湾とな。ほう、ずいぶんと遠くに住んでいたものよ。台湾に川などいくらでもあるわ。カノンの言う通りではないか。バカバカしい。馬鹿らしいとは思いつつも、よかろうぞ源氏。そなたの茶番にしばし付き合おうではないか。無知を補うには知識の結晶に頼るが一番。それは薄く伸ばされて何枚にも重ねて閉じられて書物と呼ばれているのだ。
な愛も変わらず、ひどい匂いのする部屋よ。ほこり、カビ、なるほど。知識とはこういう匂いなのか。地図帳ではないか。そのくらいどこかにありそうであるな。探せ、我が眷属の長たちよ。この誇り臭く誇り高き知識の墓所より、わらわの探す本を探し出せ。苦労であるぞ。世界の地図帳、アジア編であるか。ぴったりであるな。台湾とな。南北394km、東西144km、面積約3万6千平方キロメートル。ほほう、なかなかに広大であるな。金蔵はこれほどの広大な島のどこに住んでいたというのか。源氏は台湾とは言ったが、台湾のどことは言わなかったぞ。これは迂闊であった。一番大きな都市は台北か。かつては大正町なるところに日本人たちが住んでいたとの記述もあるぞ。金蔵もやはりここに住んでいたのであろうか。いやいや、そう決めつけるのは早計であるぞ。その保証はない。29本、この中のどれだけにアユが泳いでいたやら、考えただけでもめまいがするわ。黄金に目のくらんだ愚か者への褒美は誇りまみれというわけか。源氏め、やってくれるわ。川が129本あることはすでに承知しておるわ。まだ他にも
わらわに伝えたいことがあるというのか？ほう、さて、これらの川にはアユは住めたのか否か。バカらしい。川ならどこだって淡水だ。アユの住めぬ道理はないわ。そう考えれば、この淡水がなる川の馬鹿らしいことよ。川に淡水が流れるのは当然であろうが、淡水以外が流れて初めて、それを川の名にすればよかろうに。この謎解きは遊びのつもりでした。そして使用人たちはみんなこの謎解きゲームに夢中でした。私もそのうちの一人に加わるだけのつもりでした。熱中できる読み物を久しく失い、退屈していた私はその本を自室に持ち帰り毎晩眺めました。地図帳に碑文の謎のヒントが。第三のゲームでエヴァは書庫で何かの本を調べて謎を解いた。そして第五のゲームでフルドエリカは謎を解くために書庫で求めた本は地図帳だった。ではやはり台湾の地図に何か秘密が。アユの川とは淡水河を暗示していると信じました。地図で淡水河を毎日たどり地形を細かく調べました。もちろんアユの泳ぎそうな小さな渓流もいくつも調べました。でも何も分かりませんでした。過去のゲームでの情報によるならそれは川じゃない、だが流れるものだ。エヴァはそう読み解いた。川ではない。はい、結論から言えば淡水河とは無関係でした。しかしやはり今にして思えばあれは神託だったのです。淡水河自体は無関係でしたが、それはやはり大きなヒントになったのです。川は無関係なのにヒントにはなると。落ち着いて考えろ。川でなく流れるものを考えるんだ。つまり水以外が流れる何か。何が思いつく。発想を柔軟にしろ。ウィル、謎かけごっこはもううんざりしてるわ。じらさないで教えちゃいなさいよ。あなたは解けたんでしょ、碑文。おそらくな。水以外で流れるもの、もの、もの？物流？例えば街道とか道路とか。正解です。アユの川が川そのものを指さないことに気づくの。